皆さんおはようこんにちはこんばんは、みおでーす。一発目になんか曲を出しちゃったらすごいなんか男みたいな声になってますけれども大丈夫でございましょうか。はい、ということで本日の動画なんですけれども、すごく期間が空いてしまったんですけれども、SHEINの購入品を皆さんに紹介していきたいなと思います。もうすでに日常使いをしておりますので、はい、ということで早速行ってきたいと思います。それではレッツゴー。はい、それではまず1点目こちらになります。じゃーん、暗い。はい、こちらの商品は、デイジーの文字刺繍クロップシャツ付きアームスリーブ、カラーホワイトでサイズは L サイズ、お値段1016円が864円となっておりました。今大人気でございますね、このアーム、こちらでございます。ルーズソックスではございません。あ、洗濯物干してるわけでもございません。こちらですね、アームとなっておりますね。あのこちらはあの付け外し可能となっておりますね。でこちらね、あの普通のトップスでございます。単なるなんか普通のトップスです。こういう感じですね。これがですね、あのここの手に来ますよみたいな感じでございます。あ、もう着画の度、あー拒否権やばいですね。着画の動画見ていただいた方が分かりやすいかなと思うんですけれども、ピチッと渡しすぎてたらちょっとなんかキモいかなと思って、あえて L サイズというものを購入させてもらったんですね。で、これ M でもぶっちゃけ良かったかもって思っちゃいました。私の失敗でございます。サイズあるある、失敗あるあるって感じなんですけれども、まあこちらなんですが、まあ L サイズと結構ブカブカだったよっていう形で、まあ私の体型見ていただくと分かる通り、結構あのガッツリしてるような体型になりますので、まあ私よりも細めの女の子たちは、まあ S でもいいんじゃないかなと思っております。で、これ、まあいいところっていうところが、やっぱりこのアームが取り外し可能ということで、やっぱり日差しがさ、強い時とかあると思うんですけど、暑い以外に日差しが強いとか、そういう時は女の子やっぱり日焼け対策したいじゃんっていう女の子いると思います。そういう時に、まあ、日焼け防止としてもこれ使えますし、まあ、少し見えちゃってると逆にセクシーみたいなところあるじゃないですか。なので、まあ、そのセクシー感も演出できるよっていうところと、決してふざけてるわけではないよっていうところと、で、これ結構本当にシンプルなトップスになってます。で、届いた時結構くしゃくしゃだったなっていう印象があったんですけれど、割とあの洗濯機にやったら結構ビヨーンって伸びてくれたので、まあさすがアタックって感じですね。はい、結構リブニットっていうのかな、なんか結構ね縦線が目立つようなリブニット素材みたいな形になっているので、なんか割とニット感が出てしまう感じで、ちょっと嫌だなと思う方は顔の避けた方がいいかなとは思います。ただ形だったりとか、うん、あとはデザイン性みたいなところは特に心配なかったですし、白特有の若干透けちゃうっていうのなんだけど、下着のラインとかは見えちゃうかもしれないけれども、なんか下着の色が透けちゃうみたいなところは心配なさそうな商品だなと思いました。普通に良かったです。それでは、はい、続いての商品こちらになります。じゃーん、こちらの商品はデイジーのリブニットクロップトだけ T シャツ、カラーブラック、サイズ L で889円が756円となっておりました。ということで、まあこれもう着てるからさ、わかると思うんですけれども、割と L サイズでも私ちょうどいい感じしますよね。もう二の腕がすごいですね。今日もありがとうございます。でも、あの、ブカブカというか結構余裕があるような L 感なので、腕感もすごくいいですし、丈感みたいなところも多分 S とか M だったらもうちょっとハイになっちゃってたんじゃないかなっていうところで、まあお腹が見えすぎないっていうところでは私的には結構。で、これ、いいところが上からも、下から固めでしたね。下からもチャックがね、こういう風になんか自由にできるっていうところが私的にはすごくグッドポイントで、で、なんでかで行くと、例えばなんだけど、なんかちょっとシルエット時に、あの、下も開けたいなっていう日もあれば、涼しくしてえな、下開けてえな、とかもあると思うんだけど、とか、あとは、ちょっと今日はタイトめにしていきたいから、あえて下を全部チャックしめて上だけ開けていこう、だったりとか、まあ、全締めにしていこう、だったりとか、なんか結構ね、あの、なんて言うんだろう。自分の気持ちに合わせて、あの、使いこなせるっていうところがあって、チャックこのどちらも閉会式っていうのはすごくありがたいですね。で、ロゴも結構なんかスポーティーな感じで、可愛いですよね。めちゃめちゃ可愛いです。これはめちゃめちゃ大当たりだなと思ってます。生地感も結構しっかりしてて、ストレッチ性もあるのに生地がしっかりしてるってところで、私はすごくグッドポイントでございました。形もなんかなんて言うんだろう。変にこう、L だからってボテって見えちゃうようなゆるゆるっていうよりかは、割と体のシルエットに少しフィットしてくれるようなちょっと伸縮性のある素材なのかなっていうところもすごくいいポイントだなと思いました。これ大当たりです。色違いだったらあいまーん。はい、続いての商品こちらになります。じゃーん、
こちらの商品はデイジーのギンナムチェックボタンアップシャツカラー多色釣りのサイズ L667円、なんと568円となっておりました。わーお、デイジーさんすごい強いですね。いろんなものをあの種類豊富に取り揃えていただいて本当にありがとうございますって感じなんですけれども、まあこちらギンガムですと。で、ギンガム、水色とか緑、黄色とかすごく可愛らしく見えちゃいますね。私、この顔を見ていただくとわかる通り、ちょっと可愛らしい感じで本当に似合わないんですね。申し訳ないことに。なので、まあ、あえてこういったようなちょっとダークみの強いお色味を買わせていただいたんですけど、すごく可愛かったです。これ、前開けていただくとすごくなんか涼しげもありますし、ちょっとセクシー感もあるし、ギンガムチックなのに可愛らしすぎないっていうあのデザイン性になってるのですごく良かったです。で、素材感的にめちゃめちゃ軽いのね。こういうのは多分若干ニット素材が入っているストレッチ性が結構あるようなものなんだけど、逆にこっちはストレッチ性はそんなにないかなっていうところではあるものの、生地が本当に薄い軽いっていうところで、形をしっかり型崩れしないように保ってくれる。だけど、私たちの布は最小限しか使ってないよみたいな。なんやろ、ポリエステルだ。ポリエステルがほぼ 97% 入ってるってところで、すごく軽い。そして素材感がすごく気持ちいいですね。なので夏はすごく通気性があるなと思ってます。ちょっとオラフいただきます。なんかボタンのところっていうのもなんか変にチャッチく見えないみたいなっていうのもすごく良かったなっていうので、まあシーンさん結構なんかほつれがあったりとか、ボタンがちょっとチャッチーとかカチカチ音がしちゃうみたいな商品結構多いんですけど、あんまりそういうとこは気にならないなっていうご商品になっておりました。めちゃめちゃ丈感もね、若干大きかったから M でも良かったかなとは思うものの、別にそんな文句のないようなサイズ感ではございました。それでは次、はい、続いての商品こちらになります。じゃーん、こちらの商品はスクエア柄ファスナーランチロッパー、間違えました、ショルダーオーバー、間違えました。こちらの商品はシーンのハート文字のグラフィックコントラストレオパード柄トリームティーとなっております。カラーはオリーブグリーンとなっていて、サイズは M サイズ、お値段568円が484円。うわーって感じなんですけれども、でもこれ結構ギャルっぽい、あのなんていうんですか、デザインになっていて、なんかすごいなんかアムラーとかさ、浜崎あゆみさん好きな世代とかが結構着てたんじゃないかなっていう T シャツかなと思っていて、めちゃめちゃ可愛いなと思って買いました。すごくねストレッチ性があってフィット感やばいです。あとは何より肌心地、あのすごく良かったですね。タオル生地まではいかないんだけど、それぐらい本当に柔らかい素材でできていて、ストレッチ性抜群なので、全然あのチクチク感、安っちい感っていうものはないです。プラスミニ丈にやっぱりなっているので、そこで足長効果っていうところが出るし、あとカラーが結構バキッとしてるので、これ1枚で本当おしゃれが楽しめちゃうってところも私的にはすごく良かったですね。今日なんかすごい声低いですね。続いての商品こちらになります。じゃーん、これね、こっからこちらの商品、デイジーのバックリボンスリム T シャツ、カラーはブラックでサイズ M サイズ、お値段897円が762円となっておりました。シンプルなお T シャツに見えますけれども、あの後ろなんですね、後ろに特徴があってね、こんな感じで若干開いてますと。で、こちらの紐で結べちゃいますと、あの本当に女の子のセクシー感をすごく演出できるような夏にぴったりの商品だなと思っていて、私結構背中全焼きっていうよりかはなんか若干下だけ開いてるとか、なんかどっかだけ見えちゃってるみたいな、そういう背中の見せ方が好きなんですけれども、まあすごくセクシー感、なんか程よく見えていて、なんか見えるか見えないか手続きはみたいな、ちょっとエロティックなご商品になってるんですけれども、こちらね素材はすごく良かったです。本当に普通の T シャツ、ユニクロの T シャツみたいな素材感で、なんかシーンさんならではのちょっと安っぽいあの素材みたいなところは全然なかったですし、すごく唇今日すごく浮いてるなと思いました今。で、紐で結べるってところがもう本当にデザイン性が抜群で、考えていただいた方本当にありがとうございますって感じなんですけれども、あの夏なのでやっぱ涼しくどっか肌見せしていきたい、涼しく行きたいってところあると思うんですけど、まあ、背中冷えやすいようなところ見せていくってところがすごく良かったかわ、うわだだね、あのシルエットがすごく可愛いっていうところと、形、サイズ感みたいなところもすごくぴったりだったので超絶可愛かったです。それでは、はい、続いての商品こちらになります。よーし、あ、しわくちゃ。こちらの商品はデイジーのソリッドフラウンスリーブシアシャツカラーホワイトサイズ M サイズ、お値段1388円が1115円となっておりました。
こちらシアーシャツになってます。タンクトップの上に着る方すごく多いんじゃないかなと思います。やっぱり、お店の中に入ると涼しすぎちゃって寒いみたいな時あると思います、この夏は特にね。そうなんだけど、こういう時に羽織物として使えるし、これ素材感見ていただくと、シアーシャツなんだけどすごいクシュクシュしてる素材感になっていて、めちゃめちゃシルエット感が可愛いんです。手首とか若干丈が長め、手の丈が長めっていうところもすごく可愛いです。萌え袖みたいになってめちゃめちゃ可愛いなと思いました。やっぱり若干シーンさんの中ではお値段が張るっていうところで、あんまりチクチク感だったりとか着てて嫌な感じっていうのはもちろんなかったです。ここがすごくいいポイントだなと思ってます。でなんか今時っぽいシャツになってるので、なんか単なるなんだろうシャツではないっていうところも私的には結構ポイントであって、なんかデザイン性がある白シャツみたいなところがめちゃめちゃかっこいいなと思っていて、これはもうね3回ぐらいプライベートで使ってます。おいでおいで、ありがとうございます。おいで、ちょっと持ちにくいなと。それではこちらの商品になります。おー、青の方がスクエア柄ファスナーランチドバッグカラーブルーで765円が651円となっておりました、緑の方がバックル詳細、はい、ソリッドバケットバッグ、バックル詳細とは何ということでしょうか、はい、でカラーはグリーンで967円が823円となりました。まさに1000円以下のバッグなんじゃこれって感じなんですけど、まずこちらですね、緑のバッグめちゃめちゃ可愛いです。かけ方よくわかんないんだけど、ちょっと丈が長めになってるので、なんかそこもすごく今時っぽいなっていうところと、やっぱり流行りのグリーンっていうところがすごく良かったです。で、肩靴で見てもらうとわかる通り、こうやって押してもか肩崩れ、こうやって押しても肩崩れがしないっていうところ、これはすごくいいポイントだなと思ってます。チャックの部分もなんか別にチャッチーなって思うところがなかったです。こんな感じで、こんな感じですね。で中身はこれぐらいで、中はこんな感じでしたね。あ、ごめんなさい。うん、で割と結構いろんなもの入る。そう、500のペットボトルが縦に入るんじゃないかなってぐらいの下の深さでもありますし、マチも結構しっかりしているっていうところで、なんかバッグの中でごちゃごちゃになっちゃうっていう心配もなさそうだなと思いました。でやっぱしっかりマチがしてるっていうことで、自分の自立心があるっていうところも私結構好きだなっていうポイントと、革っぽい素材になってるので、ちょっとワンランク上の大人女性感っていうのもなんか勝手に演出されるし、そう、あとはまあ大容量なので、やっぱりまあアルコールとかいろんなね大きいもの、ペットボトルね、水分補給大事だったりとか、日焼け止め、日傘だったりとか、お荷物が多くなるような時期かなと思うんですけど、そういう時期に大容量としてすごく使えるのでめちゃめちゃナイスでした。そして大容量といえば、こっちもマジ大優勝だったんだけど、これ何回も使っちゃってるんだけど、こちらのバッグです。クシュクシュのバッグでございます。すごく可愛いです。びっくりしちゃった、これびっくりしちゃったんですけど、これめちゃめちゃ可愛くって、まあ、クシュクシュ素材になってるので、まあ、ポップコーンっていうのかな、ポップコーントップスとか流行ってるんだけど、そういうようなバッグになってますと。で、持ち手は革っぽい感じになってるんですよね。うんうん。なので、まあ、アルコールで拭けたりとか、なんとこれ洗濯機でガレガレ回せちゃいまーす。ありがとうございまーすって感じで、ほんと衛生面的にもめちゃめちゃいいなと思うし、これ、さっき言ったチャック感みたいなところなんだけど、全然チャッチくない。うんうん、感じで。で、このチャックがね、ゴールドだったりとか、なんかおしゃれ感が演出されてめちゃめちゃ可愛いし、自分で結構紐もね、ここの結び目を変えていただければ調整ができるので、ちょっと短くしたいなとか、ちょっと長めにしたいなっていう時とか、自分の体に合わせて、そう、調整ができる商品になってます。これもめちゃめちゃ大容量で、これもペットボトル入りました。それぐらい本当に良かったですね。最後行きたいと思います。こちらの商品でございます。できなかった。これです。こちらの商品は、オーブルレンズファッションサングラス、カラーブラウン、632円がなんと538円。どういうことですか？どういうことですか？これめちゃめちゃ可愛くないですか？これ買ったんですけど、なんか TikTok でバズってて買っちゃいました。まあ、TikTok サンキューなんて感じですね。はーい。はーい。なんでそういううざい女を演出するんだろうね、私って。でもね、ちょっとね、おばあちゃんっぽくなっちゃうの、ちょっと下目に行っちゃいますね。でも結構もうレンズがデカめなので、顔がちっちゃく見えるってとこがすごく良かったと思います。で、何よりカラーサングラスで若干ブラウン味があるってとこが私大好きでございました。本当に素晴らしいと思います。絵の部分みたいなところもあんまりチャッチー感はないですよね。すごく可愛いですよね。はい。で、まあ、ゴールド、ここにゴールド、ブラウン、黒っていうもう大優勝の組み合わせなんですよ。それがすごくいいなっていうところと、あんまりここも痛くないですね。この鼻の部分痛くないなって思うし、ちょっとこうやって来てほしい。あ、こうでいいのか。
でもちょっとまつげ当たっちゃうな。自慢か。はい、ということで、すごくすごく暑いんですけれども、私の動画をずっと前から見ていただいている方わかると思うんですけど、私の部屋にエアコンというものがなくて、本当に水分と戦っている今っていう感じなんですけれども、本日はこのような形で動画を終わりたいなとは思います。はい、でまたシーンさんでね、お買い物させていただく機会があるかなと思います。次は秋になるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり使える商品はね眠ってる。ただ当たるか当たらないかが本当にわからない賭けみたいなところがあるので、安いからぶっちゃけこの商品だったら失敗してもいいやって思うものたくさんあると思います。雑貨だったりとかファッション雑貨とかも結構置いてあるので、それはすごくいい点だなと思うんですけれども、日常使いができるシンプルなトップスだったりとかを今後もちょっと買っていきたいなと思っております。で今回もシーンさんすごく大優勝で、今回も値段的にお急ぎ便になりましたので1週間ぐらいで到着しました。はい、でシーンさんこういう風にお買い物してるようだったりとか、ここは注意した方がいいよだったりとか、買い物する時にここを見とくといいよ、失敗がないよみたいな動画は別の動画でご紹介をさせていただいておりますので、ぜひそちらの動画も遊びに行ってくれると嬉しいです。はい、ということで本日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくれた方、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。見たこと